ちょっとまた、また猫がいた。ありゃ。あーくさん。どうした毎回。どうしたどうしたお腹すいた毎回、お前が来たよーみたいな。毎回。極み降る毎回さ、おめえらにさ、驚かされる。にゃんじろどうしたのじゃね。どうしたどうした超ずっと見てる。なんだよなんだよ。どうした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 じゃな。ああ。毎回さあの子さこれが行くとさ。うん。じゃあ近くにいるみたいですげえ系で逃げるんだよ。すげえピンショーなとこにいるみたいであの。毎回びっくりさせちゃう。かわいい、うん、あやべえ、ちょっと待った、足元でした。上見ないとさ、まずカラスがいるんじゃないかって。転売先。転売先じゃない。あー、かがむのがちょいて。ポーズダメ。手前にか。あ、違う、落ちぶな。あ、いや、あった。どうでもいいよ。どうでもいいよ。いつの間にか真っ白にいたらびっくりした。いや、ね、来るかね。空気読まなすぎて、本当に分かった。本当、なんか口が面白いよ。なんで？口が面白いんで僕は何も言いません。
行きたい。舐めないよ、そこ。タイトル回収してる。相性悪いって分かってたら普通さ、作るみたいなアドバンテージ作るよねと思って。どうやって？作らねえんだ、今は。眩しい。眩しい。あ、太陽。なんだろうこれ。え？これね、わかんない。なんか昔見知らぬおばあちゃんが教えてくれたけど、もうなんて言ったか覚えてないんだけど。なんとかの花的なこと言ってる。お嬢たち4人いるじゃん、あの部屋に。うん。いや、どんなになんかあれしても床材すごい状態にされるから、飲み水のところに床材溜まって飲み水がさ、なくなっちゃう現象が毎朝起きるんだけど、しょうがないね。4人で同じ行動を取ったら大変なことになるから。うん、まあ、あれはしょう。あれ、うんちゃんまたした？今してないか。してる？してない、してない。あ、出てた。あ、そう。ボルトちゃった。言うほど、うんぴりくんさんね。
32分。見晴らしない。鳩がすげえ。うんこそうだ。うんこたちが落ちてる。何やってんの、鳩たち。必要以上に。鳩って執念深いな。人間みたいじゃん。またやるでしょ、あれ。ああいう人間いるよね、執念深い。すげえな。それかオスメスでメスの取り合いとか、あそろそろそういう時期。うわすげえすげえすげえ、執念深いなすげえすげえ、まだやってるよ、ほら。え、あんな投げんだ。分かった、縄張りから消えるまであれするんじゃないの。あ、汚いよ、お前も。もうずっとかけてるんだ。恐ろしい。見た、あ、おしっこ。あれ鳩で違う鳥を見る。執念深そう。15。 OK できた。もう全部開けた。どうすんのお前、大山登山の動画だけで15本。お願いします。あら、だってお前じゃないんですよ絶対そっち見ようとしない。パパ俺、うん、パパ抱っこ、パパ抱っこ、抱っこ、抱っこ、しゃねえな、見てる顔してるわ、ちょっと違う、ちょっと違う、ちょっと違う、ね、でもいいやみたいな顔、ちょっと妥協顔したよ ね失礼になったな、うん、あ、いて近く、なんか一輪の花がこんなとこからキョボってすごいね、すごいですよ。ちょっとここ踏んではいけないそうだよ、ね、あんなとこに一輪だけ花が
思ったら次の日みたいな意外とあるんだよ。むしり取られてなくなってたりするんだよね。不思議なんだよ。車だ。